そんなに長くないつもりなんだけどな。ごめんなさい。音でか。よし、OK。で、これ伸ばして。OK です。じゃあ行きましょう。一応今日はね、3時間配信予定です。楽しんでいきましょう。いやーでもね、やっぱこのゲーム、本当に面白いゲームですね。なんて言うんだろうな、まあ面白さって言ってもいろんな面白さがあるんですけど、まずはストーリーから。その結構ね、そうね、ちょっとストーリー進めようかなと思いますよ。こんばんは、ニコラスに似てる。ユビソフトね、こんばんは、ということで、195番さんいらっしゃいませ。ニコラスっていう人に似てるの？一応エイデンって名前なんですけどね。ニコラス・ケイジってこと？全然似てないと思うんだけどな。誰のことだろう、ニコラスって。さて、ウォッチドッグスの始めていきましょう。実はですね、前回私がこちらのね、メインメニュー画面、監督オイスということで、ドブ調査いらっしゃいませ。ありがとうございます、いらっしゃいませ。あ、本当ですか。まあ、無理はしないようにしてくださいね。でも、プレステ4、こちらのウォッチドッグスは本当に買いだと思いますよ。結構長いこと遊べるしね。1日ゲームをね、3時間ぐらいしていく人だったら、本当に1ヶ月ぐらい遊べるんじゃないかなと思いますよ。さて、では今日もゲームの方始めていきたいと思います。よかったです。ですね、実はこちらのメインメニュー画面、私結構ね、放送開始直後、素晴らしいじゃないかこれね、なんかこう、なんて言うんだろうな、ちょっとレトロ調な感じも雰囲気もあって、このね、なんて言うんだろうな、映像の効果みたいなね、かっこいいななんて言ってました。でもね、ちょっとブログなんかをね、一応ウォッチドックスのブログなんかをね、いろいろ見てたらですね、このオープニング画面クソだぜみたいなことを書いてるね、ブロガーの方がいらっしゃって、ショックを受けました。まあそんなことがありましたが、私は、自分の、なんていうんですかね、直感は信じていきたいと思います。では、コンティニューボタンを押していきましょう。悲しかったっすね、そのコメント見た時ね。あんまり人の意見なんて見ない方がいいのかもしれませんね。あ、バグってる雰囲気を出してるんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。好みですね。そうなのかな。酔ったのかな、これ見て。白壁さんいらっしゃいません。荒らしてませんよ。あ、そういうことか。なるほどね。ハッキングゲーだからこれぐらいの演出ありだと思うんだけどな。まあ人それぞれですよね、結局ね。でもそのマイナスなイメージはね、あんまり見たくないんだよね。まあそれは監督の、なんていうんですかね、まあ夢見がちな、ね、少年みたいな心の癖なのかもしれませんね。監督はハッキングでそのブログ内容を変えたんだろ。いや、そんなことできたら変えますけどね。すべてね、評価マックスにしますけどね。はい、すいませんでした。では行きましょう。そろそろ行きますよ。まずは今日はね、メインストーリーの方をね、少しずつ進めていきたいと思います。トビアスと同じ状況に陥ってもおかしくない。これどこ？同じ連中に追われてる。今や俺も帰る場所がない。やつは薬か何かで興奮気味だったが、まあ、いろんなゲームをされてる方はいろんなゲームをされてるなりにいろいろ意見があるってことですね。なんで私ここにいるんだ。こんなとこで終わった記憶ないんだけどな。まあいいか。とりあえずメインストーリーの方進めていきますね。夢見がちな少年ですよ、監督ね。どこだ。黄色のマークあるところ。ここか、オッケー。無遊病かな。無遊病じゃないです。はい、行きましょう。さて、まあね、まあさっきの話の続きじゃないですけど。おお、ごめん、めん、結構いっぱい。あ、やばい、一人引いた、もしや。え？あ、起きた、よかったよかった。かっこいいバイクでしたね。よし、ちょっとどきなさい。邪魔よ、邪魔。オッケーオッケー。多分こっちから行くんじゃないかな。心臓発作で倒れちゃった。あれ、これどこだ。道がねえな。あれ、道がねえぞ。いや、そんなことないですよ、大丈夫ですよ。じゃあ行きましょう。あれクマがいたか。クマがいたか。あれこれ、ネタフリだよ。ネタフリ。私は大丈夫ですよ。よし、行きましょう。違います、私のせいじゃありません。行きますよ。最低ということで238番さんいらっしゃいません。じゃあここ飛んでいこう。分かった。じゃあみんながね、そこまでね、期待してるみたいだから、ちょ、監督の素晴らしいね、トライアルチックなね、バイクさばき見せますから。
はい、監督はこんばんはということで有罪にしません。じゃあ行きますよ。曲も流しちゃおうかな。行くぜ。和子監督、ここ飛び越えていきますよ。はい、和子監督ということでキャンダさんいらっしゃいません。ユウさんもいらっしゃいません。ありがとうございます。行きます。うーやうーやー、あーちょっと回転した後ジャックナイフしたらということなんです。痛い、怪我した。ちょっと待って、ちょっと待って、どこ私のバイクは、私のバイクは、ちょっと待ってください。あれ、私のバイクはどこですか。私のバイクどこ行きました。あれダサくないよ。あれ私のバイクは、私のバイクは、あれちょっと待って、私のカレーじゃなかった。バイク消えた。あれバイクどこ行った。バイクだけどっか行った。どこにあったバイク。あれおかしいな、バイクがなくなっちゃった。いや、めちゃくちゃ失敗したけど。すいませんでした。はい、あれバイクどこ行った。どっか行っちゃったね。ワコティンティンということで、竹で立てかけたかった加藤高さんいらっしゃいませ。いや、あったよし、ナイトライダー仕様。あ、このバイクがってこと。いきますよ。でもできればこのバイクだったら、あのトップガンのね曲流してほしいですよね。トップガンの曲今度買っとこうかな。あの曲いいですよね。ダナナナナナ、あおー、すいませんでした。いや、面白いゲームです。いきましょう。ここですね、左曲がっていきますよ。すいませんでした。ということで299番サイレンしません。まあとりあえずね、まあいろんな犯罪をね、見つけてきたんですけど、まあそちら今今日は無視してね、そのまま行きますよ。なんで、ダブルステップだったのということで295番さんいらっしゃいません、299番さんもいらっしゃいません。ワーコということで、305番さんもいらっしゃいません。浮かれすぎなんでしょうかね。今日はなんかね、まあ、1日ぶりにこのゲームやってるんで、なんかちょっとテンションは高めですよ。すいませんでした、もしかしたらね、隣で寝てる お子さんなんかがいる状況で見てる方もいらっしゃるかもしれませんからね、気をつけていきたいと思います。さっきね、レポート書いてるっていう人もいましたからね、落ち着いた声で放送できたらいいですね。やっぱね、まあさっきの話の続きね、さっき一緒話しようとしたんですけど、こう煽りコメントってどう返すのがベストなのかってね、難しいところですよね。怒ってしまってそれで疲れちゃったらね、全くもって意味ないんでね、あんまりね体力を使わずにしてその煽りコメントにうまくね、返す方法ってのね、皆さん教えてくださいよ。ということで、ワゴティン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 ということで、フリーサイルしません。オンラインはする予定。そうですね、今日もオンラインはしますよ。312番さんいらっしゃいません。あ、スルーした方がいい。なるほどね。うっ、待って、向く、くっそ。どこだ、どこだ、どこだ。くっそ、後ろか。しまった。オンライン侵入を受けました。オンライン侵入を受けました、ただいま。お前じゃねえか、ハッカーではない。すいません、3歳の娘さん、すいません、これはゲームなのでこういうことしてるだけであって。くそ、このバイクに乗ってきたのか。ちょ待てよ、切ってなかった。ちょっと待って、その煽りネタの話はちょっと今待って。ありがとうございます。本当ですか、よかったです。ちょ待てよ。あ、なるほどね、逆にってことね。ヤギさんいらっしゃいません。まずいぞ、まずい。ちょっと待てよ、ジャミング、エディオン、エディオンじゃないよ、エイデン、エイデン、このキャラクターこっちじゃない、ここじゃないか、違うな、この車か。集中して、この近くにいる。集中、この周辺ですよ、絶対下の可能性もあるのか、下か、こっちか、どこだ。いや違うの、私じゃないの、もうハッキング受けてるから逃げられないの。どこだ、どこだ、くそ、いた、結構近い、この裏。え、ここら辺にいるって書いてあったぞ今。ハッカーではない。
和骨です。いいタイムで来れたということで341番さんいらっしゃいませ。339番さんもいらっしゃいませ。違う、ドイツだよ。やっぱ監督いいかもやな。わら、車でエリア誰に出てもいいんだっけ。いや、出たらダメ、結局出たらダメ。ここら辺なんかおるじゃない、おるんじゃない、もしかして。どこや、わらわら。ちょ、待てよ、ちょ、やろう、ちょ、しょうがない、しょうがない、違う。目標40メートル、こっちだ。いたぞ、いた、あそこだ、発見。ハッカーじゃない、この上だ、間違いない。違う、この上だ。オッケー、発見。オッケー、倒した、死んだ死んだ、あいつあっこから落ちて死んだ。アホプー、アホプー、やりました、やりました、やりましたよ。ということで、キム・ジョン・ナムさんいらっしゃいませ。やりました。あっこから落下しました、あいつ。やりました。落ちました、落ちました、あいつ。やりました、やりました。ざまーですよ。ということで、374番さんいらっしゃいませ。やりました。よしよし、オンライン切っとこう。オッケーです、オッケーです。あおりオッケーですよ。オッケーオッケー、危ない危ない、あやうく、また監督みたいだって言わないで。オッケー、よしよしよし、ワコトゥワコトゥということね、アオプーということで。399番さんいらっしゃいませ。まずは一勝ですよ、マジなやつさんいらっしゃいませ。監督がランボーのように怒りに燃えてると聞いてということで、403番さんいらっしゃいませ。監督がランボーのように怒りに燃えてると聞いて、いや多分焦ってたんじゃないかな。いや、あのね、爆弾を使うことで、ああ、なるほどね、なるほど、そういうことか。あのね、実は、今のは、なんて言うんだろうな、今はね、オンラインは切ってます。すいません。ということで、409番さんいらっしゃいませ。さっきね、オンライン侵入を受けてしまったんで、そちらに対応してました。うん、ね、今のはね、実はこう、なんて言うんだろうな、わざと紫、すいません、でもあれはね、私がやったことにならないんですね、爆弾で倒したんでね。実はね、印があるじゃないですか、紫色のね、マップ、右下に出てるマップに出てる紫色のね表示、その範囲に敵がいますよって表示が出るんですけど、うん、それがね、狭まった時に自分がその狭まってる範囲より外に出てた場合はね、敵の場所が一瞬だけ表示されるんですね。まあ、なんて言うんだろうな、ストーリーを進めますよ、すいません。でもなんか、忘れてたんでね、切るのね。ちょ待てよ、車がねえな。あ、あそこにありますね。あの車に乗っていきましょう。いやでもびっくりしましたね、いきなりああいうことになっちゃったね。そうそう、ある程度はね、うん、裏合わせじゃないですね、決まりです、そういうね。なんか本当に目の前の位置、その本当の位置まで分かんないですけど、大体どの方向にいるかは出るんですよ。うん、まあ、裏技っていうかそういう仕様になってるみたいですね。いきましょう、視点はいつものこの視点でいきましょう。で、行く場所をこうして OK、 いきましょう。いやー、シカゴの街をね、歌ってください。まあ自分の意思でね、歌わせてくださいよ、そこはね。私もね、その何もネタがない時歌ってもしょうがないんでね、すいませんね、そこはね。いい曲じゃないですか。感触とリスナーさんの闘争、ゲーマーズジャングル、ドキドキワクワクしてくれるかい。いいですね、楽しい放送にしたいとダウンじゃねえかと、すいませんでした。まあ時々スイッチが入っちゃうんですよ、すいませんでしたまあね、はい、ワーゴス、今日はどれぐらいやるの。仕事で日曜ぐらいしか見えないということで、ロムジェさんにします。今日はね、3時間です。すいません。うん、今日は3時間枠です。この前ね、5時間枠ってのかな、やってみたんですけど、オンラインはね、やりますよ、もちろん。5時間枠ってやつをやったんですけど、ちょっと単独ね、体力が持たないことに気づいたんで、
とりあえず3時間枠で撮っております。またねちょっと延長しないといけない状況になった場合は延長しようと思いますからね。和骨福山雅治ですかということで、福山雅治ではありません。逮捕はされてませんよ。ということでプーさんいらっしゃいません。426番さんもいらっしゃいません。いや福山雅治ね、声真似とかできたらうまいいんですよね。監督はこと今日もいい声ですね。惚れ惚れします。ということでピコハンさんいらっしゃいません。監督のダミ声で目覚めました。和骨ですということで、おおすいませんでした。430番さんいらっしゃいません。すいませんでした。ちょっとなんかあえぎ声を出してしまいすいませんでした。すいませんでした。 MP が削られた。そうですか。すいません。言いましょう。ちょっと脇見してました。皆さんコメント読んでました。すいませんでした。おいいわ。言わないということで殺さないでしょ。いや吸ってません。やべなんか吸ってませんということで、殺さないでしょ。ありがとうございます。まあじゃあちょっと飛ばしていきますよ。俺イケメンだからモテたくてモテるんだよなということで、すいませんでした。ちょっと今衝撃的なシーンが出ました。すいませんでした。申し訳ございません。すいませんでした。難しいんですよこれ操作が、この車。監督さんはこっちですということで、ういさいにしてません。ありがとうございます。すいませんでした。申し訳ございません。皆さんに、非常に放送上、ちょっとねトラウマを植え付けるような、放送画面を見せてしまったことを申し訳ございませんでした。行きましょう。バンですねということで、すいませんでした。ジャンボということでいらっしゃいました。458番サイドいらっしゃいました。避けられない人サイドがあり、そうですね。この時点でやる意味、やっぱこうなんていうんですかね、まあ、映画を見てる感じになるじゃないですか。やっぱこの画面だとなんとなくゲームっぽいっていうか、うん、あ見てません。ツールドフランスは見てません。すいませんでした。ツールドフランス皆さん興味あるんですね。結構そういうのそういったドライブゲームかよ。すいませんでした。窓ガラスが無傷なのが不思議、うん、なんで見ないの。確かに、ね、車は奪わないけど人は引く。なんで見ないの。そこまで興味がないというか、うん、その自分が生きてくる中でですね、そこまでそのツールドフランスっていうかそういったサブカルチャーに、あんまり興味を持つ機会がなかったっていうのが事実ありますね。これはねエッチな部分ね、もう少したら出てくるらしいですよ。メインストーリーの方ね、あんまり、うん、小4の人には、今小4の方は聞いてませんか。大丈夫ですか。耳を塞いでください。小4の方いるんだったらね、隣にね。大丈夫ですか。今からちょっと言います。そのエッチなシーン的な部分があるとしたら、こういう部分があるっていうのを言いますけど、大丈夫ですか。耳閉じました。大丈夫ですか。バーレイジさん大丈夫ですか。耳閉じました。大丈夫かどうなんだろう。オッケー言いますよ。もう言いますよ。オッケー。そもそもこの MR って教えてる。人身売買っていうメインストーリー上、人身売買っていうシーンがあるんですよね。女性のそのシーンは、まずいと思います。そのシーンはやっぱ教育上良くないような気がします。やめなさいやめなさい、うん、いきなりね生まれてきて一番最初に喋った言葉が人身売買とか言ったらちょっとショックですよ。はい文字を打つんじゃない。ダメだぞお前は。よしいいぞ。よしじゃあ行きましょう。気のせい本当ですか。よしじゃあ行きましょう。わらわら飛行に走ったら監督責任問題ですね、うん、いや本当ですよ。危険ですからね。海峡っていうんですか、はいよね、そういったものにも適してるゲームだとは思っておりません。うん、こんばんみということで498番さんいらっしゃいませ。さて、ではメインストーリーの方進めていきますね。前回見たシーンが出ると思いますけど、和子監督この声そこにあるはずの空白。バンカやめてください。クララはこの伝説バンカその赤ちゃん人生バイバイそういうのもあるんだね。それにだいぶビビってた。神話に興味はないが、うん、ということでこんばんみということで498番さんいらっしゃいませ。使わせても最果てさんもいらっしゃいませ。ここがねバンカーって言って、このねシカゴを今、取り仕切ってる CTOS っていうシステムの、まあなんていうんですかね、一個前の段階で使ってた、システムがここにあるらしいですね。楽しい会話もなんて言ってたクララ本当だった、うん、ほらね
置いていかないでよ。今向かうから。心配するな。もうクララもね、このバンカーっていう場所に興味津々なんですよね。なんかね、前回の放送で私言ったんですけど、あのドラゴンタトゥーの女の女の子、うん、それにね、クララが似てるんじゃないかって言ったんですけど、あ、そうなんですか、わかりました、心ね、心していきます。うん、その話をしてからというものね、クララが可愛く見えてしょうがないんですよね。やばいですかね、私ね、すいませんでした。17歳らしいんですけど、まずいですかね、この監督の今、感情。さあ行け。まあ行きましょう。はい、わかりました、行きましょう。わらわら最初なんかこう、なんかすっげえ女の子だなと思ってたんですけど、ダジャレ拾ってあげろよ、大事にしないといけないなと思ってました。ダジャレ、ヤンバンカーということね、ふざけんじゃない。そうですね、もともと私には簡単なミッションは存在しませんよ。バンカーにはそのこちらの CTOS っていうのを今ねシカゴで使われてる、そのいろんなものを管理するシステムなんですけど、和骨ということで番手のさんいらっしゃいませ。和骨ということで514番様いらっしゃいませ。コミュニティの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今日はねこちらのゲーム3時間放送予定なんで、ゆっくりと楽しんでいってください。でまあまあまあ、ネタバレは良くないよ。ちょっと待ってください。私、初見ですからね。まあ、皆さんで楽しむためには、監督もね、初見で楽しみたいというのもありますし、うん。皆さん自身も、私の初見のね、このリアクションが楽しみだっていう方もいらっしゃるみたいなんでね、できれば協力してもらいたいところでございます。で、あとね、この CTOS っていうのが、このシカゴの街を管理してる、管理、プログラムなんですけどね、そちらを使う前のね、前段階のものをここでバンカーっていう場所で開発してたそうなんですよね。なのでこの施設を使うことができればですね、その今使われてる CTOS に気づかれることなくいろんな情報にハッキングできるんじゃないかというのが、今回のストーリーの、今までのあらすじです。では行きましょう。今ので分かったでしょうか、ある程度ね、あらすじの方はね。さて、まあ、クララを待つことなくエイデン進んでますけど大丈夫なんでしょうかね。まあ過度なネタバレは良くないと思いますよ、あんまりね。なんとなく、うんうん、なんとなく何か似てますか、そのストーリー。子供に見せるのに注目すべきは監督の驚き方に驚かないことだね。わら、ありがとうございます。そうですね、さすがに私の声で衝撃を受けてしまったらね、まずいんでね。電車来ないかな。なんかこの前ツイッターがなんかで見てたらですね、電車、あーここですか、ここはもう使われてないんじゃないかな。キャーということね。ということで522番さんいらっしゃいませ。爆弾は何て持ってるの？ツイッターのね、爆弾は結構持ってるよ。744結構持ってますね。さっき1個投げたから1個減ってますけど、うん、違う違う。で OK で今からねこちらをどんどん解除していかないといけないみたいなんで、解除していこうと思うんですが、あ、ツイッターの私のフォロワーさんの人がね、アップしてる、まあ、ツイートしてた、あ、あ、間違えた、落ちちゃった。うん、動画で、なんかその、ああいうのなんていうの、ああいうのなんていうんですか、ブラクラ、ブラクラっていうんですか、ブラクラだったっけ、ブラクラっていうんだったっけ、あの、急に画面が切り替わって怖い画像とか出るやつ、爆音がするやつ。そのブラクラにびっくりした外人の人が、そのあまりのブルスク、ブラチラ、ブルスク、ブラウザクラッシャーっていうのかな、まあそれでビビりすぎて、あのビビりすぎてですね、あのディスプレイにパンチして、スクミズ、うん、スクミズじゃない、まあそのパンチしてぶっ壊してるっていう、画像がね、見ましたけどね、びっくりしました。ああいう風にならないようにねしてほしいですね。皆さん私の声にびっくりしてね、ディスプレイにパンチしないようにしてくださいね。ということで、533番さんいらっしゃいませ。パンチラということで535番さんいらっしゃいませ。そうそうそう、そういうとおり、そうそう、ネタ動画のやつよ、キーボードクラッシャーだね。そう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 、でも監督も結構ねそういう踊り方するんでね、怖いですよ。キーボードクラッシャーを見てください。これかで、これかで、解除で、それでここに入れるようになって、これは爆破か、違うな、あ、もうこれは解除したのか。じゃあ次だな、これ登れるな、いいね、
いいね、ここ気に入った。まあこういうね、なんかこう入り組んだところで鬼ごっことかしてみたいですね。で、あとこっちにもあるね。私も PSP でホラゲーやってて、ビビってプスプ投げたことあるお、うん、違うよこれがウーミッション。そんなんあるんだ。あ、やべえな、ここ高いな、違うな。普通に降りないといけないんだ。これはね、そのバンカーっていう施設の秘密を今から暴きに行こうぜっていうところだと思いますよ。リアル鬼ごっこ。そうそう、そういうのもね、実はまあもう今まで見てきたことある人はね知ってると思いますけど、あ、そうか、そうそう、この施設がね実はね、その、電気が通ってないんですよね。なのでその電気をね復旧させるっていう作業を今してるのかもしれませんね。結構いっぱいいろんなものがあるっぽいですね。向こうにもある。R15 かな。ちょっと待ってよ、じゃあ見てみようか、パッケージ。この前も聞かれたからね。まだね、アクト2って言って全然進んでない。多分 10% ぐらいかな。ちょっとじゃあパッケージ見てみるわ。ちょっと待ってね。オッケー、はい、戻ってきました。Z 市ですね。18歳以上、バイクあるね。18歳以上みたいよZ 指定なんだよ。なのでその辺で自身売買なんていうミッションがあるんでしょうね。まあ、Z 指定といっても全然 Z 指定じゃない可能性もあるけどね。うん、あれ、ここさっき来た場所よね。あれ、どう行ってくんだ。18以上か。うん、見たい見たい。いや、その人身売買っていうやつが一番あかんかったんでしょうね、多分。どこだ今さっきので。どっか扉が開いたのか。違うな。そうね。あ、ヤギさんも子供がいるんだ。俺17歳。あ、こっちから行けるのか。息子。俺17歳。まあまあまあ、でもやる側の話なんだな。まあ一応そこら辺はなんとなくアバウトな部分あるんですよね、実はね。これって何しているの。そうみたいね、分かった分かった。今ね、電源をこのバンカーっていう昔使われてたこの施設に電源を入れる作業をしてます。うん、日曜日だからといってしゃぶったりはしませんということで、557番さんいらっしゃいませ。558番さんいらっしゃいませ。561番さんいらっしゃいませ。ピタさんいらっしゃいませ。俺42歳ということで、ありがとうございます。だから海外版は、そうそうそう、そういうことですよ。うん、海外版はおっぱいも出るし、うん、いろんなもんが出るらしいですよ。まあその一応ね、セロって言って審査があるんですけど。あ、そうなんですね。こちらの作品ね、基本的にはハッカーっていうか、エイデンって言って、こちらの人が初見ですだし汁。あ、そうなんですね。はい、ということでだし汁さんいらっしゃいませ。初見さんということでありがとうございます、いらっしゃいませ。まあ、こちらの世界観っていうのをね、一応説明の方させていただきましょう。うん、こちらの世界はね、実はその、まあ、いわゆる電気っていうか、その、なんて言うんだろうな、まあ、皆さんもね、普段から、例えば、携帯で、電車の時刻とか、そういったものを調べてると思うんですが、うん、そういったものがすべてね、リアルタイムに、連動してる、そういった世界なんですね。例えば、電車を5分遅らせるために、電気を使ってね、まあ、なんていうんですかね、ネットワークで管理してる世界。そういったもので、行ってるんですよね。待って、これどうやって海外版も買ってるの。海外版は買ってませんね、監督は。ニコ生でやろうと思って買ったゲームなんで、基本的にはね、日本語版の方が皆さん楽しめるんでね。で、そこの、この世界ではそういったね、システムが管理してる世界で、 CTOS っていうのがその、システムの名前なんですよね。うん、でこのハッカーとして活躍したこのエイデンは、まああんまり良くないんですけどね、人の、スマホなんかからね、口座番号なんかを盗み出して、その情報をね、使ってですね、お金をね回収したりしてたんですね。風呂行ってくる。で、これ爆破するのかな。はい、わかりました。それエディオンだと思う。ちょっと待って、これ爆発せん、これ爆発するのかな。ちょっとやってみましょう。できた。オッケーオッケー。笑っとる。ちょっとお前大丈夫か。で、ここ通る。怖えな、これ大丈夫？しちゃうね、わら。盗撮もしてるよな。そうそうそう、海外版やってる人いたけどね。うん、
盗撮もしてますよ。プライバシーの侵害って言ってね。で、まあこのエイデンさんはある程度ね、自分でそのいろんな仕事をできるようになって、まあちょっとね、いい気になってたんですよね。うん、私は同じ趣味じゃないかもしれないけど、まあそのちょっとね、調子に乗って、ある有名なホテル、そうあるホテルに、まあ行ったんですけどね。そのホテルに行った時に、なんていうんですか、あ、ここは電源かな、まず一つ、あと二つだ、あと二つか。で、そのホテルで、あ、なんか電話かかってきた。ちょっと待ってくださいね。ジェネレーターの動く音がしたわ。そうもっと電力が必要らしい。入り口を探してくれないか。うん、ブルームは一体こんな場所をどうやって隠していた。秘密のエレベーターがあるといいけど。秘密のエレベーター、スイッチ一つで床が下がって、うん、秘密基地に連れてってくれるとか。水中に？ここは島だぞ。そうだった、うん、なら上、あのビルのどれか探してみるわ。あのビルのどれか向こうか。で、そのあるホテルでね、仕事をしてた時にですね、まあ実は同じ場所に、同じように侵入してたハッカーがいたんですね。で、そのハッカーのと関係してるのかどうかわからないんですけど、うん、そのハッカーと関係してるかわからないんですけど、また別の組織から急にね、そのエイデンがエイデンが使ってるシステムにハッキングがされちまったんですね。で、まあ、何の組織なんだってことで、何の話してんだうん、まあ長い話になっちゃうんだけどね。まあその時一緒に働いたのがエイデンっていう人と、この主人公とダミアンっていうね、元同僚がいたんですね。まあでもその事件をきっかけに、ある組織からね、謎の組織から、圧力を加えられてですね、エイデンはメイクを失ってしまう、ダミアンは自分の足をね、不自由にしてしまうんですよね。うん、で、エイデンはその自分の姪っ子を、殺した、その圧力をね、かけてきた、グループを、探すために、その元同僚とは別れてね、自分たちでまたね、別の集団を作って、ハッキングに集団としてね、復活するわけですね。うん、みんな真面目に聞いてる。で、今ね、クララってのが出てきましたけど、分かりやすい。で、クララっていう人がいまして、今ね、出てきた人ですけど、うん。うん、エイデンリーダーじゃないですけど、まあそのクララっていうのはその新しく加わった同業のね、まあ協力者ですよ。もう一人ジョルディっていう人もいるんですけど、その人は今ね一緒には行動してません。うん、和骨ですということで581番さんいらっしゃいませ、凪さんもいらっしゃいませ、ありがとうございます。うん、でまあその今はクララと一緒に、ムグスにも出てたよね、エイデン、懐かしいねそれね。あ、そうなんですか。うん、それ知らんけど。ということで、コミュニティさんからありがとうございます。うん。で、その元同僚のダミアンが、どうしてもそのエイデンの力が必要なんで、自分が足が不自由なんでね、協力を求めるんですけど、エイデンはね、ちょっとそのダミアンっていうやつのせいで、そのね、事件が引き起こってしまったと思ってる部分があるんで、信用してないんで、断ったんですよね。そしたら、ダミアン側が、エイデンの、妹を誘拐してしまうんですね。うん、なので今は、ダミアン側が、やってくれって頼まれた仕事をねやりながら、その裏をかくためにですね、いろんなものを使って利用してどうにかしてダミアンをね、びっくりさせるというか出し抜こうということで、こちらのねバンカーという組織、ところまで今たどり着いた、そんな感じですかね。これが全てです。うん、長かったね、すいませんでした。今ので分かってくれたでしょうか。どうでしょうか。なるほど、分からん。分からんか。そっか。2人、プレミアム2人がコミュニティを登録しました。ということで、コミュニティを参加ありがとうございます。初見 A 声ということで、ありがとうございます。589番さんいらっしゃいません。もう一回マジで言ってんの、しんどいな。あれ、分かりやすい証明に聞きます。トビアスだ。真面目なやつだと思ってたな。俺のファイルを見つけたんだら、ダミアンの声じゃない。そうでもないようだな。対応了解。なるほどね、リベンジャーなのね。弾を攻められるのとポニーのコスプレどっちが強するに、エイデンは攻められるのとポニーとコスプレどっちが怖いんだ、ね、お前の番。つまりこのゲームは面白い。どういうことだこれ。ということで、概要了解ということで、593番さんいらっしゃいませ。すいませんでしたね、ちょっと時間かかりましたけど、すべてを説明しようと思ったらああなっちゃいました。タイムシュートで見とく？わかりました。何回も見といて確認してみてください。間違ったことは言ってないと思いますよ。で、次はここの電源を入れないといけないんだよな。なんかここはあれっぽいな。
ちょっとパズル的な感じなのかな。今日の2試合はとてもいいゲームでしたね。今日の2試合何のことだ。ああ、あれか、ワールドカップの話かな。ということで、唐揚げさんいらっしゃいませ。実はね、ごめんなさい、私ね、ワールドカップ今回見れなかったんですよね。疲れちゃったね。結局、あの後はワールドカップの試合は見てませんよ。そうなのかな、どうなんだろう。なんか出てるな。何あれ、動くね、あれ動くね。よし、あそこ、このこれに乗ってこれを動かして、ほれ、いけた。でこうしたよ。で次はここ来て、なんか意味あるの。ないんじゃねえ。ちょ、こっちか。すごいな、いいね、いいね。初めてこの立体的な要素をうまく使っていくステージですね。お、上がってきました。屋上ですよ。でここもあるんだね。オッケーオッケー、いいですね。でここの電源を入れたいから、この近くにカメラをにハッキングを仕掛けてですね、解除していきましょう、このドアをね。お、カメラありました、ね、サスケかな。ダブル杯です。サスケじゃないよ、しました、ワールドカップですよね。ん大丈夫ですよ、別にね、しょうがありません。私は見てないだけなんでね。サスケかなということで、602番さんいらっしゃいませ。はい、これで開けれたはずなんで、これで多分どっかドアが開いたんじゃないかな。ここかな、ドア開いたの。おっしゃ、開いた。で、この先に、お、あったあった。お、ありましたね。あ、この下にあるのか。ワールドカップを覚えました。あ、ありがとうございます、教育のね。ありがとうございます。助かります。一人がコミュニティを登録しました。ということで、コミュニティの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さて、こちらにね、電源装置があるんで、あちらがね、多分レジェネーターっていうんですか、ジェネレーターかな。うん、こちらの電源をね、復旧させるための、設備があるみたいなんで、そちらをね、ちょっとスイッチを入れていきたいと思います。よし。よいしょ、ワールドカップ、これであと1個か。ワールドカップ登録できてますよ。あと少しだ。うん、クララか。中に入ったら接続できるか。私的にはこれこそ世紀の大発見よ。ほ、クララテンション上がってますね。ハッカーカードをかけてもいい。本当にハッカーカードを持ってるのか。中に入れたら、クララが喋った、見せてあげてもいいけど、嫉妬のための無実の犠牲、今やってる嫉妬のための無実の犠牲さん、小手反応残しただけありがとうございます。なんかあれですね、なんか哲学っぽい感じの名前ですね。いらっしゃいませ。で、あとはどこ行けばいいんだ。ここ開いてんな、実は。開いてないのか。あ、ここ、うん、微妙に開いてないんだな。じゃあまだ元に戻るしかないのか、しょうがないな。うん、そうそうそう、クララはね、ハッキングでなんていうんですかね、いろんな悪さをしてお金をね、儲けてる人なんだね。エイデンも同じく同様なんですけどね。でもエイデンはビオランテって呼ばれて、この世界ではね、なんていうんですかね、あの犯罪が起こるのを、事前に、気づいてですね、その犯罪を止めるっていうこともしてるんですね、実はね。あ、おかえりなさいませ。612番さんね、ありがとうございます。おかえりなさいませ。よしよし、これでバッチシだ。何してるの？ん？今ね、ここの施設バンカーって言って、もともとね CTOS を作るためにね使われてた前段階のね施設、こちらをね使って、うん、消えてたホミを、あ、ということで出川さん、ご提案の残しだけありがとうございます。いらっしゃいませ、615番さん、あ、出川さんですね、いらっしゃいませ、監督こんばんは。6時間耐久リレーマラソンが終わって見に来ましたということで、秋さんいらっしゃいませ。今日マラソンするって言ってましたもんね。お疲れ様です。でも監督がどうか、はい、和子ということで、ココちゃんさんもいらっしゃいます。いや、でもね、実はね、皆さんと楽しんで放送終わった後に、実は監督、こっそりエイデンね、ヒーロー的なことしてるんですよね、放送外で。オンラインしないの？すいませんでした。誰かを探さしてるの？オンラインはね、今日ね、する予定だけど、ちょっと待ってね。うん。少しね、メインストーリーを進めてからオンラインやっていこうかなと思いますよ。皆さんはね、オンラインの方がね、興味があると思うんですけど、一人で楽しんでんの、うん、なんですけどね、あはは、わらわらすいません。ということで、620番さんいらっしゃいませ。怪しい？私一人で楽しんでるの怪しい？よしよし、ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。何がありがとうございますか。僕が出ているテレビとか見ていただけ、出川さん、いや本物だったら見てるよ、うん、出川さんも結構好きです。私もね、面白いですね。どれだあれ、カメラがもう一個ないとできないから、別にあの疲れたらね、休んでくださいね。うん、ギッカラリアットっていうお菓子が辛すぎてうまい。カラムーチョの会社と同じお菓子。そうなんだ。みんなお菓子食べるんですね、結構ね。私はあんまりお菓子食べないんでね、わかんないんだけど。 OK 了解、完全ステルスやってやるよ。秘密の部屋っていうか、まあ放送部屋ね、うん、放送部屋っていうか放送家。どこだ、こっちか、このカメラか。でここを動かす。で、お菓子は、お菓子はね、あんまり食べない。うん。うん、大好きさ、ということで。なんすかそれ、あれみたいじゃないですか。あ、あった。解除しましょう。マクドナルドみたいじゃないですか。ドナルドみたいですね。怖いですね。行きましょう。どうやらね、これでロックが開いたみたいなんで。このゲーム、おっぱい。ああ、あのね、海外版は出ちゃうんですよ。うん、もしね、そちらが興味ある方は、海外版買ってみてはいかがでしょうかね。あんまりそれを見るためにやるゲームでもないような気がするけどね。結構このゲームの世界観、またはね、オンラインがね結構面白いんでね、そちらもね皆さん試してほしいなと思いますよ、もし買うんであればね。和骨ということで、ドラネコさんいらっしゃいませ、ナスカさんもいらっしゃいませ。キャスパースカイってのが開発に参加してる。あ、確かになんか最初に出てくるかな画面。うん、あ、お菓子あんまり食べない。うん、私もねそこまでは食べませんね。最近美味しいお菓子食べてないな、そういえば。あ、芋けんぴ。うちの、うちの、うちの、めいっ子が芋けんぴにハマってます。これ、プレステか、スペルスキーです。ウイルス対策ソフトの、ピーナッツかりんとう。うん。あ、そうなんだ。へぇ、そうなんだ。あ、だから、その、そういうのを使って、それは協力してどうしてるんだろう。でもこれハッキングするゲームだから、うん、でもハッキングするゲームだからあんまり協力したくないんじゃないのかな。大学芋も好き。それおかずは食べてください。俺監督のめいっ子だったのか。そうそう、大学芋も好きですよ。いや違いますけど、うん、めいっ子ですからね。女の子なんですか、わかんないですけど。クソ、丸ボーロ。ここむずいね。あ、丸ボーロ懐かしいね。そういう懐かしのお菓子ってあるよね。欲しいもはお菓子。あれ、ん、欲しいもはどうなんだろう、お菓子なのかな。ビスコ最強、カチピー。ビスコか。これ時間の概念はあるんですか。一応ありますよ。これちょっと動かしてみましょう。ごめん、プレステ。またコンテナがオープンしちゃう。オッケーオッケー。これね、プレステ4です。うん。PC 版も出てるんでね。PC 版で配信してる方の方が、もしかしたらグラフィックが綺麗かもしれませんけどね。まあ私は、まあプレステ4、どうせ買ったんだしって感じで、こちらのプレステ4版でやってますよ。いや、今ね、ちょっと挟もうかな、挟まれるかなと思って、ちょっとワクワクしながらやってみたんですけど、挟まれませんでした。今、ポッキーとバニラアイス。あ、いい組み合わせじゃないですか。ポッキーとバニラアイス。まあ運動した後はね、砂糖っていうか糖分が必要なんでね、いいと思いますよ。うん、アイスクリームとかね。これは浅くすり的で美味しい。みんなそういうのが好きなんだね。よし、オッケー、これがラストだ。いきますよ。なんかストーリーが進みそうなんでね、気をつけてください。ということで651番さんもいらっしゃいます。いきます。これでいいはずだな。一人がコミュニティを登録しました。ジェネレーターの電源を入れて、バンカーの電源を入れろ。で、バンカーに入れ。コミュニティ参加ありがとうございます。電話かかってた。今この電源に切り替えない。それでいいのか。音がした。ちょっと待て。どうして。安全よ、もう何年も誰も入ってないもの。どうした。ドアが開く時の顔を見ておきたい。ドアが開く時の顔を見ておきたい。お前何、お前エーデン、かっこいいこと言ってんじゃねえ。お前エーデン、お前ちょっと今いいこと言うじゃん。お前いいぞエーデン、そういうことがね大事なんですよ。皆さんわかりますか、今の配慮。今の配慮わかる。わかるか。わかってないだろうなお前らは。お前らわかるか、今のが。今のができる男ですよ。あ、音声ローグ発見。なんだこれ。あー、レイモンド。正直よくわからん。バンカーから70年代ディスコが四六時中流れるのに、やっと慣れてきたのに。あと車と。何の話だこれ。レイモンド。
誰だ。677番サイレンしますよ。うん、次はそっちだ。エンジニア、このあこちらのバンカーの施設にいたエンジニアの声なんだ今。煽ったわね、ちょっと狂ってる感じだったね。ちょっと煽ってみましたけど、すみませんでした。顔が見たい、興奮するってこと。いや、ちげえ。ドグマより素敵な名前。違うよ。どういう意味ということで、677番さんいらっしゃいませ。ドグマさんより素敵な名前じゃありません。煽りですか。ドグマさんの放送見てますよ、私は。和骨です。毎回は見てないけどね。サイコパス監督だ。ということで、監督、こんにちは。煽りですか。ははは、ぶっ殺すぞ、下手がー。ということで、682番さんいらっしゃいませ。竹の子さんもいらっしゃいませ。花星ということで、685番さんもいらっしゃいませ。今日はね、ちょっとオンラインの方はね、もう少したらやろうと思うんでね、ちょっと待っといてください。うん、メインストーリーをね、少し進めますからね。声優さんだったらこういう言葉普通に言うよ。いや、そうなんだ。かっこいいね、そんなことね。君の喜ぶ顔が見てみたいんだ。みたいな感じですよね、言うなればね。うん、違うかな。私はそういう風に解釈したんですけどね。今度言ってみましょうかね、嫁に。ん？何？今なんか出たぞ。ハッカーアクセス。なんだこれ。くっせ。くっせ。うん、臭いかな。これなんだろう。暗号化されたキーパッド。これ後々なんか解除しないといけないことになりそうですね。ごめんなさい。さて、どうやらここを、何ここ、ここが、ここが謎の施設。尾行もやる？わかりました。じゃあ行こう。だいたいそういう感じかな。開いちゃったよ、おい。マジかよ。まあ臭いのもたまにはいいと思いますけどね。うん、まあいつも臭かったらちょっとしょうもないけどね。これなんだ、エレベーター。うわ、地下だ。地下、これ光が入ってこない場所になったよ。なんだこれは、危険だぞ。窓、窓なんでねえよ。窓ある。ショッカーの基地。いや、もしかしたら私の放送部屋かな。センサーいらっしゃいませ。こんな場所にあったらかっこいいね、さすがにね。でも電波届きそうにないかな。行きましょう。降りてみましょう。とりあえず体にしてみて。すげえ。着いたよ、みんな。こんなとこで壁ドンしても伝わらんよ。地下だと思うよ。怖いわ、怖いわ。電力制御パネルを探せ。エレベーターだよ。エレベーターでしたね。僕らの秘密基地。いいね、僕らの秘密基地にしましょうよ、ここね。いいじゃん、いいじゃん。これかな、電源パネル。光ってるぞ。あ、違った、アイテムか。ジャミングだ。オッケーオッケー。でもなんかこう、まあ、ここまでさすがに、ちょっと悲しい BGM ですね、なんかね。川の下だよ。ってんってね。ん？川の下、あ、そうか。じゃあちょっと壊れた時は怖いね。水没しちゃいそう。ここでいいのかな。あ、ここ PV で見たことある。みんな見たことないでしょ。これ多分すごいムービー流れますからね。ちょっと私黙っておきますね。新しい我が家だ。バイオみたい。バイオみたい、ちょっと違うけどね。行きますよ。ねえ、本当にあったでしょ。クララデッドセックも利用できそう。クララ、このことは秘密にしてくれ。誰にも知られたくない。せめて俺の用が済むまで。監督は臭いセリフ言っても大丈夫だよ。ズボン脱いだ。ありがとうございます。そういうムービーじゃない。繋ぐの手伝って。繋ぐの。バンカーに電力を供給しろ。いや、さっき入れたけどな。まだ繋がってないの。じゃあどこだ。この上か。行ってみよう。多分すごいムービー史が流れるんだと思うんだけどな。うまくいってくれ。暗いわね。皆さんのね、秘密も奪っちゃいますよ、これで。下ろしました、こっそりね。クララ楽しそうですね。用意しました。あら、ケツに入れるのかな。くしょ。ブルームがハードウェアの大部分を持ち去ったみたいだけど、重要なのは接続なの。ボーラー、追跡される恐れは。安全なサイトよ。追跡もハッキングも不可能なの。
それを今からハッキングするのか。接続なの。この IP がどこのか知りたい。見せて。これが重要なの？単なる手がかりだ。ここはね、あの CTOS の管理下にないんで、秘密の、なんですかね、どこにも隙がないわ。サイトみたいな感じですよね、言うなれば。ロシー・フレモント地区のものみたい。バイスロイズの島か。バイスロイズ聞いたことないぞ、それ。また新たなマフィアかな。ほら、監視カメラだ。内部を覗けるようだな。繋げられるか。無理だわ、グリッドに見当たらない。変ね。ここからが無理なら最初のギャング現地で繋ぐか。あ、最初のギャング。戻ってくる前に準備しておく。なるほど。なんかあんまり思ったよりすごいムービーじゃなかったな。なんか私が思うにここ全部が光りまくって、なんかその皆さんの生態が全てここからハッキングできるのかと思ってましたけど、違いましたね。さて、どうやらアクト2ミッションクリアしたみたいですよ。次はアクト3かな。どうなんだろう。行ってみましょう。ちょっと中途半端すぎるんで、もう少しメインミッション。いや、そんなわけないだろ。全部そんなにみんなねえそんなの見たかったの。がっかしですよ。感度ががっかしですよ、むしろ。どこだったっけ。こっちか。携帯油なし、俺らは動物か。監督の AV 鑑賞枠、抜けませんでした。わかりました。じゃあちょっと登っていきましょう。そういうやつじゃないんだと思うんだけど。あれ、こっから登れるんじゃないの。あ、これか。オッケーオッケー。ということで725番線。クララの手を借りて、いや、信用するのは危険だ。だが彼女なしではどうにもできない。仲間と呼べそうなのは彼女だけだ。セーブと可愛いんですか。あのセーブとか、いや、なんかね、オートセーブらしくて一つしかセーブデータがないらしいんですよね。そこを結構ね気にしてる方もいらっしゃいましたが、私は別に気にしてないですけどね。あのね、一応この、なんて言うんだろうな、これ出れるの？まだついてないのか。CTOS、ちょっと気になり始めました、私はね。結構いい感じかなと思ってますけどね。でもそのエイデン自体はね、独り身ならしいですよ。うん。さて、この車で行くのかな。もう少しメインストーリー進めますね。ちょっとまだ謎が深まってきたんだね。このバンカーっていう施設をね、完全に、今回のね、ペーターはまだ？クララは17歳ですよ、実は。え？ペーター？ペーターって何それ？ペーターってなんだ？あれ？次行く場所が出てないぞ。ここか。オッケー。マジか。行きましょう。そうっすよ。ハイジはいないよ。そのクララと違うからこれ。そうそう、レドリアに、レドリアンに似てますよね。ハイジは知っとるよ。あーほはーほはー、えっほーはーへーはーへーはーへーはーいうやつでしょ。なんかダッセーないもん。まあ、そういう曲のやつでしょ。違う？ハイジってやつ。すいませんでした。違うか。わらわら合ってるでしょ。ミッションクリアしたら右上を見て確認して。あ、やばい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 、危ねえ危ねえ、橋動かしちゃった。ミッションクリアしたら右上を見て確認した。了解しました。わかりました。落ちかけました。すいませんでした。で、わらわら、危なかったですね。ちょっとね、セーフセーフですよ。危うくデロリアンを落とすところでした。チキンレースみたいでしたね、今ね。そういうのやってもいいかもね。よし、行こう。リスナーさんとね、これ一応ね、今までは歌声はなぜ遠くまで聞こえるの、監督はなぜみたいな
あ、それいいね。ちょっと今の替え歌うまく作ればよかったね。うん、リアルな感動ですよ。すいませんでした。うん、あのね、なんでですかね。ここだな。あ、ここ。やつが行動を起こすならこの近くだ。やつが行動を起こすならこの近くだ。何のこと言ってんだ。仮面ライダーブラックの主題歌を歌ってくださいということで、ミニビッシュさんいらっしゃいませ。仮面ライダー違う、それじゃないんだよな。仮面ライダーブラックの曲はね忘れちゃったけど、 RX の曲なら歌えますよ。すいません、ブラックの曲はね歌えないんですよね。どちらかというと皆さんも RX の方がいいんじゃない。仮面ライダー、まあ赤な目、仮面ライダー黒いボディ、仮面ライダーブラック RX ということで、監督はなぜ嫁が好きなのって難しいな、その歌。まあね、嫁のことはね好きですけど、はい、何それ、父を母よ妹よ、信じるやつがジャスティス、何の曲だ。皆さん結構私アニメ疎いですよ、すいません。昔のアニメならわかるけどね。仮面ライダー V3 の最近のアニメには歌えるですよ。ああ、 V3 のナナコさん、シャイダーブラックのおっさんチーズ、ブラックのオープニング。あ、そうなんだ。まあ放置してるわけじゃないよ、うん、だって今日も監督嫁と一緒にずっといましたしね、放送する前までね、喫茶店でWi-Fi 持ってってクーガ良きだ、ニコ生見ながら漫画読んでました。クーガが好き、結構最近の仮面ライダーかな。おっさんチーズということで、スコールさえいらっしゃいません。信じるやつがジャスティスということで、772番さんもいらっしゃいません。すぐ事故るなこの世界。監督はミニ四駆世代、言いましょう。ミニ四駆やってましたよ、うん、懐かしいですね。ちょうどねコロコロかボンボンか忘れたけど、どっち断平とか、うん、やってた世代だと思いますけどね。違いますかね。何だろう、私の中ではそういった世代だったような気がします。あとね、桑田くんとか知りません？桑田くん、スーパーマリオくんも知ってますよ。それに嫁と一緒の時にか、そんなに面白い放送あるのか。いや別に普段通り漫画読む時間だったんだよ、うん、あ、そうそう、カットバセ清原くんっていう名前なんだ、うん、はいはい。お、この近くだ。フルカウンミニ四駆世代わからんけど、ブロッケンなんとか、ブロッケンなんとかだったっけな、そんな名前の車、いやミニ四駆をね買ってました。ということでコメント参加ありがとうございます。笑う犬も見てましたし、ウチビも見てましたよ。ウチビはそこまで見てないかな。笑う犬は少し見てましたけど、ブロッケンジュニア、それはまあレッツアンロー、そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。わからんな、スーパーヒトシ君、それ全然違うやつでしょ。うん、和骨です。ということで800番サインにします。ジョジョも好きですよ、うん、第1章、第2章、第3章、今第5章かな、もう第5章終わっちゃったのかな。私漫画買わないといけないな今度、ジョジョ読みたいんだね。でもあれ何巻出てんだ。ワーコスですということで、ありがとうございます。800万歳にしてます。あれ何巻まで出てんの。スルピカハゲマルくんも知っとるし、あ、そうなんだ、へえ、いいねそういうのね。805万歳にしてます。うん、見てましたよタミヤの放送朝ね、ラジコンのやつね。うん、そんなんしたの。立ち入り禁止エリアだ、消えろ。あかんなこれ。今ジョジョリオンらしいですね。ネルトン、ネルトン、ネルトンは知ってますけど、別にネルトンは知ってるけど、なるほどザワールド見てましたよ。原平さんに5000点でしょ。舞ちゃん何のこと言ってんだ。まあとりあえず行きます。むしろ今トランプマンが何をしてるかが知りたいです。で、これは爆破。こいつ爆破を持ってるな。それクイズダービー。それクイズダービーな。あ、クイズダービー。クイズダービー。みんな詳しいな。さすがっすね。すいませんでした。私の方が詳しくないのかもしれません。それクイズダービー。笑。トランプマンはタモリ。トランプマンは。トランプマンはクイズダービー。結構これ爆破するやつがいっぱいおるな。
マスターキートン知ってる？世代がバレる。それマスターキートン知っとるよ、それ。ピアノマンは何やってるんだろう。ピアノマン、それもう最近話題になってないね。あれ嘘だったんですよね、確かね。自分のそのラガクイズダービーダービー商売商売うん商売商売、懐かしいね。監督30歳、40歳、これバックしていいのかな。24歳、20代後半、20代後半、監督いくよ、爆発させるよ、いくよ。ここ結構簡単っぽい、いくよ。大事件発生しますよ。ダービーってジョジョの方？何のこと言ってんだ？ちょっとわからんけど、うん。行くぞ。で、みんな集まってきたぞ。で、爆破できるやつが一人おる。爆破できるやつがおるぞ。あいつはこっち来てくれたら嬉しいな。こっち来いよ、こっち。ワゴトークということで、小手浜くさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ちょ、待てよ。爆破。これカメラ。ちょっと待ってね、みんなちょっと待ってね。監督今集中中。この爆破できるやつが味方の近くに行くことを信じていこう。オッケー、近くにおる。行け。爆破しろ。あれ、一人で行っちゃった。くそ。失敗した。なんで失敗したんだ。ちくしょう。失敗しちゃいました。ちょっと待って、どうしよう。大丈夫。今日もドンパチ始まるで。坊やだからさ、突撃。突撃？ちょっと待って、っできればここで爆発させたかったんだな。あ、アクセスコード発見。クイズ出しの差なんて。で、侵入。で、フォークリフトを動かさずにカメラを動かしたいんだな。クイズ出しの差なんても知ってるけど。みんな結構詳しいんですね、その世代ね。カメラに侵入するか。オッケー。で、今これね、従業員が持ってるカメラに侵入しました。この状態で、多分、自分が今ね、目指してる。わかりました。大丈夫ですよ。こっからです、こっからです。で、こっから、多分、オッケー、行った。行け。オッケー、入った。行くぞ。みんな行くぞ。ちょ、待てよ。またパズルだ。で、解除で、こうして、じゃあ、ここで1個解除しよう。で、違う、こうだ。で、解除で、こうで、爆弾はもう使わずにいこうかなと思います。こうして、で、こうして、で、あと1個向こうだ。 OK、 いける。入ったぞ。で、あ、また来た。みんな、ハッキングタイムということで、856番さんいらっしゃいませ。皆さん、ガンバーということで、861番さんもいらっしゃいませ。これで、誰かの家の、Xbox のキネクトかなんかに侵入して、皆さんの家を乾燥したいと思います。いきますよ。はい。はい、和光ということで、ポヨンさんいらっしゃいませ。いきますよ。誰かの家が、今日も明らかになります。パソコンだ。なんかしとるね。Windows 8かな、これ。そうそう、サーバーがいっぱいですよ。なんかしてますね。俺の家見るな。何してんだこれ。ハニーハニーって言ってた。なんだ今の。なんかしてましたね今ね。 CTOS が人々を隅々まで記録してる。なるほどね。誰も気づかないうちに。そういうことなんですね。 CTOS が各家をハッキングしてるんですね、常にね。またちょっと見てみましょう。皆さんのお家が今日もね、見られてますよ。気をつけてください。カメラにはやっぱガムテープかなんか貼っといた方がいいかもしれない。あれ、これ何？何これ？扇風機これ。監督に見られるなんて。あれ、マリファナじゃね？浮気メールとかかな？ちょ、
マリファナ栽培しとった家で多分。はい、違うかな。はい、国をということで872番サイレンします、874番サイレンします。多分今扇風機ぶん回して植物を。監督に言われてもいいように対応してます。わかりました、了解です。アスカ、あ、そうかもしれない。アスカは違うかもしれんけどね。アスカもっと危険なやつでしょ。行きましょう。なんでだよ、みんな知ってるでしょ、それぐらい形ぐらい葉っぱの。次行きます。よしぞ。お、テレビ見とる。これはいけるな。これはいける。何食ってんだ、ポップコーンかな。よし、いける。フード、うん、フードって書いてあるんですよ。おい、マジかよ年俸1000万ドルもらっといてボールも取れないのかよく生きてられるな、クソどもめポテチは。みんなあんな感じ、テレビ見ながらわらわら。俺だ、わらわら。みんなあんな感じ。マジか、野球見てるみたい。野球かなんか、キャッチって言ってたから野球か NFL か分からんけどね。カープの試合、年俸1億なんぼって言ってたからカープじゃないんじゃない。日本だったら巨人か な, のかな。じゃあ次行ってみよう。わらわら。あー、私のやつかな。私も結構落とすからね。カウチポテト。あ、新井さん見てたやんだ。ベースボール。D、それ DNA って加工したんでしょ。ということで892番サイレンします。ありがとうございます。あー、そんな感じなんだ。みんなマジかよでも嬉しいです、あんなにね熱意を持って見ていただいて。ジャンボザキットかな。次行ってみましょう。あれ、女の人だ多分。タバコ吸ってるな。なんだあれ、何してんだこれ。27歳の人がタバコを吸ってる。ヘルスリスク、タバコか。ピロートーク。誰かが寝てるのかな。完全に事後。事後ってこと？ああ、そうか。人によってやっぱあるよね、そういうのね。完全事後ということで、900万サイレンしますね。事後か。そういうことなのかな。ちょっとわかりませんでしたけどね。よし、次行こう。お、ここもハッキングできる場所あるのかな？新たに。事後中継。もうこれ解除しかできないのか。ん？事後中継だったのかな？わからないけどね。誰か寝てたね、ベッドにね、確かに。わからん。でも服が着とったような気がしたけどね。よし、解除しよう。これでこのエリアは我々のものですよ。もしくは戦車タイム。エリアから離れろ。了解です。行きましょう。戻りましょう。あと何箇所かタワーがあるんだな。前回もしかしたら解除し忘れた場所なのかもしれませんね、さっきのやつ。ここか。これを解除しないといけないんだ。了解。じゃあどっちから行こうかな。こっちから行くか。よし、じゃあ行きましょう。このエリアを離れる。あー、そうか。そうね、確かにね、嫌かもしれんね、確かにね。これってオンラインプレイ。次はエリアアクセス解除。オンラインプレイありますよ。でもね、ちょっとね待ってください。オンラインプレイもすっごい面白いんですけど、その前にある程度、あ、違うな。ここに、こっちになってる。キャンペーン、自家製ネットワーク、こっちか。オンラインありますよ。うん、そちらも面白いんですけどね、ちょっとその前にメインストーリーを進めておかないとね。うん、 R18 タイムはまだですね、始まってもいません、すいません。でも、もう少し多分ね、ストーリーを進めたら多分人身売買っていうね、新たなね、多分いろんな OK、ここだということで、リベルサインしません。ちょっと待ってね。そうそう、騙し合いみたいな感じ。まあ見たらわかると思いますよ。楽しみにしておいてください。オンラインまだ見たことない人もいるみたいなんで、ね、そこ楽しみにしておいてください。